私の名前は金田由香、地元の出版社で働いている。とても小さいけれど地元のタウン誌の編集などをしてやりがいを感じている。夫の俊樹は普通のサラリーマンだ。お互い地元出身で大学を卒業して戻ってきた。友達も両親も近くにいるし楽しく暮らしている。子供も二人恵まれ、まだ小さいので毎日がてんやわんやだ。この不景気だし子供たちのこれからが心配だな。そう思った私は夫に学費用の貯金をしないかと提案した。そうだな、あいつらどのくらいこれからお金がかかるかわからないし、少しずつでもしていこう。まだ余裕はあったしね。あるうちに遊ばずコツコツ貯めないと。一応近くに住んでいる義母にもちょろっと話した。そうした方がいいわよ。うちのお父さんなんてね、あるだけ使っちゃって私大変だったんだから。隣で義父はその件はいいだろうなんて言ってその日は終わった。それから数年、子供用の通帳を作り、私の給与から月々少し、かつボーナスを入れていた。だいぶ溜まってきたな。もし子供が進学を選ばなかったとしても、就職するときに選別として送りたいとも話がついている。残高は200万ちょっとになっていた。しかし、夫はとんでもない事件を起こした。ちょっと大きな出張がある。そう、気をつけてね。別に珍しいことでもなかった。新幹線の距離で 2,3 日出張で開けるなどよくあった。今回もそうだと思っていたのだが、寂しがる子供をよそに夫は出張にしては多すぎる荷物を持って出かけていった。その夜、子供を寝かしつけた後、スマホに驚きの写真が送られてきた。何これ。夫と義母が青い海をバックにピースをしている。メッセージには、こちらビーチサイドです、ザマーとあった。さらに豪華な料理を食べている様子が撮られた写真も送られ続けてくる。これだけでは全く意味が分からず、何これ、どこ、なんでお母さんと出張なのと混乱していると、タンスの通帳を見ろと追い打ちメールが。え、まさか。慌てて開くと200万の残高が4分の1になっていた。これは子供の貯金なのに。あっという間に怒りに満ち、スマホからテレビ電話をかけた。どういうこと。お前、へそくり隠してたんだろ。そんなわけないでしょ。これは子供の学費の積み立てよ。嘘つくなよ。あー料理うめえ、風味も綺麗だし。夫は通帳を作った時の会話をコロッと忘れていた。何か探し物をしてあちこち引き出しを開けているうちに、積み立て通帳を発見した夫。あいつのへそくりだ、こんなに隠してやがったか、あの野郎と思い込み逆上。そして義母を誘い、沖縄旅行へ。子供と私に嘘をついてまで。ねえ、忘れたの？昔ちゃんと話したじゃない。ああ、うるさいうるさい。自分のへそくり正当化しようってな。まったく汚い女だな。これは俺の金みたいなもんだからな、使わせてもらうわ。ちょ、ブチッと切られる電話。もうベロベロに酔っていた。その後も真夜中にもかかわらず写真を連投してくる。お前の汚い金を俺が綺麗にしてます。母さんも超楽しそう、親孝行できてお金さんも喜んでる、なんて煽りまくりのメッセージとともに。私も本気で忘れちゃったの？子供のためだって話したよねと何度も返すも、まるで意味がない。もういい加減嘘はやめろよ。今謝るなら許してやるけど。また酔った電話もかかってきて、私も限界が来ていた。あなた、一度義母さんに代わって。もう寝ちゃってるよ。まったく母さんも怒ってたぞ。本当にお前は最低な嫁だって。あの義母さんのことだ、そんなこと言うわけない。その次の日、起きた頃を見計らって直接義母さんに電話をした。おはようございます、お話があるんですけど。ああ、へそくりのこと。違いますよ、へそくりじゃなくて子供の学費のための貯金です。昔話したこと覚えてます？義母さんの方は覚えていてほっとした。途端言葉を失う。あのお金だったの？そうです、夫は忘れてるみたいですけど。ごめんなさい、すぐに息子と話すわ。義母は夫に言われるまま信じていたに違いない。ことの重大さに気づいてくれ、一旦電話が切られた。そして半日後には沖縄から帰ってきてくれた。ごめんなさい、貯金してたお金だったなんて、全額弁償するわ。気づいてくれてよかったです。ただただ平謝りする義母の横で夫は真っ青になっていた。やっと分かってくれた？え、俺が悪いの？そうだけど、まだ自覚ないわけ？間抜けな顔を見て、またコツコツ貯めていかなきゃいけないことは分かってる。分かってるけど、気力の糸が切れた。でも通帳を隠しておくのもさ、
怪しく感じさせるしさ。貯金を堂々と表に出しておくわけないでしょ。忘れていた自分が悪いのにまだ言い訳するの？子供たちのお金なのよ。これだけ言ってもまだ夫はブツブツ、義母は土下座しそうな勢い。拉致が開かないと私は実家に一旦帰ることを決めた。謝る気もないし、勝手にお金使うような人とは一緒にいれないので、子供も連れて行きますから。おい、そこまでのことかよ。そこまでのことです。本当にごめんなさい。義母には悪いけど、もう一緒に暮らす気持ちなんてみじんもない。子供と一緒に実家に帰ると母が驚いたが快く迎えてくれた。あんた頑張って働いてたもんね。納得できるまでうちにいるといいわよ。母にも何年も前に子供の学費貯めてるんだと話していた。うちは兄弟が多いし、お金を貯めるのがどれだけ大変か分かってくれている。すぐ夫が追いかけるようにやってきたが、すでに怒り心頭だった父が対応してくれた。すみません、なんかちょっと気持ちがすれ違っちゃったみたいで。ほう、勝手に子供のお金を使ってすれ違い、君の中ではそうなっているのかい？だってあいつも勘違いするようなとこに置いてたんですよ。俺が使うのも仕方ないんですよ。父の前でも全く反省の色を見せず、帰りなさい、娘は会いたくないと言ってる。君はこれから使ったお金はどう返すつもり？それだけ聞いておきたい。また貯めればいいんですよ、二人で。すぐですよ、あいつ給料いいですから。あとは弁護士を挟んだ方がいいな。反省していたらまた違ったと父は思っていたに違いない。呆れつつも弁護士を探し、離婚について動き出した。内容証明を送るとさすがに、こんなんで離婚するのかと仰天し、義母と共に話し合いになった。うちも両親が同席してくれた。150万ですよ。ちょっと頑張れば取り戻せるじゃないですか。それはあなたが一人でやるのね。あなたの稼ぎは私よりずっと少ないけど、子供が大きくなるまで間に合うの？俺一人にやらせる気なのかよ。当たり前だろ、私も年金から返すんだから。義母がどんなに怒っていても、なんで俺一人がという顔の夫。それに子供もかわいそうだろ、父親いなくなるんだぜ。そうしてるのあんたじゃない。金を勝手に使うような父親から何を学ぶわけ？金金金、うるさいな。お前のそういうところケチくさくて嫌なんだよ。まったく、沖縄でもっとパーッと使えばよかった。夫以外の人間がみな絶句。どうしようもない。もうどうやっても元には戻れないわよ。使い込んだお金をどう返してくれるのか、あと養育費の話をさせて。まだ金を取るのか？子供の当然の権利でしょ。父はなんだからそれぐらい責任持ちなさいよ。どんどんヒートアップしていく私たちをなだめ、父は静かにこう言った。俊樹くん、もし君が大切なお母さんの記念日のために200万貯めていたとして、それをゆかが勝手に使って旅行に行っていたらどう思う？怒ります。そうだよね。だったら今の娘の気持ちはわからないかい？ここまで言われないとわからなかったのか。いや、所詮子供のだしとか、私が稼いで元に戻せばいいだけとかバカにしていたんだろう。お金は確かに稼げばいいよ。でも失った信頼は二度と取り戻せない。現に今ゆうかが同じことをして信じてって言ったら信じられるかい？金の亡者だと逆ギレしたら君はどう返すかな。やっと自分の立場が見えてきたかな。恥を知りなさい。静かな怒りだった。そのまま離婚届に判子をし、養育費は月々払ってもらうこと、使い込んだお金は義母と一緒に返していくことを約束してくれた。こんなことはやっていく自信がない。私は夫と一緒に家を売って静かに暮らします。義母の憔悴ぶりはかわいそうなくらいだった。本当に義実家を売り、元夫に何も教えることなく義父と引っ越してしまったそう。しかしお金だけは毎日振り込んでくれている。夫の方は実家がなくなり、ある建築の会社に住み込みで働かせてもらっているようだ。そうでもしないと生活も成り立たず、使い込んだお金も返せないからね。私といた頃は自由にお金を使えていたけど、今はもうないに等しく、ボロボロになりながら働いているらしい。あんなことするんじゃなかった。一方私の方は実家で両親と一緒に暮らしている。子供たちは父親がいなくなり確かにかわいそうだけど、その分父がおじいちゃんだけど頑張るからと言ってくれた。お金の切れ目が縁の切れ目って本当ね。夫婦といえど本当にあるんだなと実感した。またコツコツと貯めていき、子供の未来に役立てるようにしなきゃ。ご視聴ありがとうございました。また見てね。